ほとんどの電車で切れてくるの秘密、こちらの上で皆さん普通にこうやって攻撃で使ったり、溜め合わせで移動で使ったりすると思うんですけど、このブレードでダメージを2倍にする方法があります。まず普通にプレイヤー攻撃した時に35、35だと思うんですけど、ジャンプしてから攻撃すると2発目が2倍のダメージになります。すごいのがこれ建築にも反映されてて、こういう感じで普通の木の壁でも普通に殴ると2発でやっと壊せるんですけど、ジャンプしてからやると1発目2発目ってこういう感じでどっちもにダメージが増加されるんですよ。刀使うときはぜひ皆さんジャンプしてから振ってみましょう。こういう動画もっと見たい方チャンネル登録よろしく。